はい、それではジャッジアイズ続きをやっていきます。タクシーで神室菊屋へ向かうということで行きたいと思います。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。お、結構しっかりした日本料理の料亭っぽいですね。おい、お見えになりました。東。ああ。どうぞ、お座りください。しばらくだな、ターボ。は、カイトは組やめて以来か。そんなに会ってないんだ。へい。へい。おやさん、東から聞いただろうけど。俺らが聞きたいのは、その前に乾杯くらいしようじゃねえかな。確かに。どうぞ。いや悪いね、東。お前らと久々の酒だからな。なあ、ターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。おい、どういうこと？なんだって？なんか都合悪いの？羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は？俺は知らねえ。やっぱそうなっちゃう？いちいち報告してこねえんでな。あ、じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。おう、何ですか、組長？親父、いつの間に。こんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ。お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。いやそうなんだ。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。一応こっちも恥じらのジジイがいるんだけどね、バックに。しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるならこの頼みだけは聞け。なるほど。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやさんに恩知らずと言われようが譲れない。お、なるほど。キムタク的には譲らない。親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。
ああ、そうだな。おやっさん。東。へい。腹くくれ。てめえは松金の人間だな。もちろんです。釘を刺した。なるほど。証明しろ。刃物を渡しました。抜くか、東。大丈夫だよ、東、抜いたっていいんだよ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。おい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 。いやー、お店に迷惑かけるわ。あれ、靴履いてる。よし、やるしかない時はやるんだよ、東。その見本見せてやるわ。東、親父、やってやりましたよ。それに比べて腐っちまったよ、俺は。なあ、そうじゃねえか、ターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、悲しい。いい加減しつけんだよ、クソガキ。20年前、カムロ町。まだ終わってねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれですわ。おやっさん、わけ。おめえ、カイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよ、クソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ、小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ。分かったような口聞いてんじゃねえ。わかるんだよ、俺には。
若い頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目でわかる。違うか？俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。なるほど、これで面倒を見るようになるってことか。ゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら、今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。いいこと言って去ってくな。今日は絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのはハムラが抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ、ハムラは殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな、ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことは？ねえよ。モグラの顔を知ってんのはハムラだけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か？ええ。だがもしハムラやモグラを追ったとこで奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか？後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか？なんだ？俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。ハムラあっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何度も言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組はハムラの仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。いや、悲しい別れ。これは悲しい。結局ハムラの居場所は分からなかったな。そうだね。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。マジ？そうか。ハムラあっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつってもハムラが実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ多分ハムラの居所も得る。
つまり俺の言いたいことわかるか。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。確かに松金組の事務所を盗聴すりゃ羽村の居場所もわかるかもしれないけど。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ、捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。え？せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。ほっほう、確かに失敗はできない。性能のいい盗聴器を手に入れないとな。機械の子ならつくもに相談してみるか。いつものネットカフェに行こう。ん？誰からだ？出たよ。タイミング。おっと、天音さん、君たくさんよろしいですか。ん？天音さん、どうした。前回黒の災いに遭われた目黒さんがまた不幸な目に遭いそうなのです。ああ、あの占いのウィローゼの人か。なんかやたらと運が悪い人なんだっけ。今度はどうしたの。八神さんに助けていただいた後のことです。その日たまたまあの方をお見かけしたのですが、以前にいた黒い災いに加えて白い災いも見えてきたのです。黒と白、つまり今度は2色ってことか。はいはい。パンダにでも襲われるのでしょうか。パンダに、そんなバカな。で、その災いはまだ起きていないってわけか。はい、先ほど天下一通りでお見かけしたので、災いはまだ消えてはおりませんでした。災いの層はまだ決めていませんでしたか。八神さん、キムタクさん、前にお願いした時のようにあの方を災いから守っていただけませんか。どうする、引き受けるか。引き受けます。ああ、ああ、依頼ってことなら引き受けるよ。今回は前回同様1万5000円ね。ええ、もちろんお支払いいたしますので、よろしくお願いいたします。目黒って人は天下一通りで見かけたんだったな。探してみるよ。なるほど。これ続くんだ。さてと、目黒を探そうかな。目黒っぽい人。これか。なんだ。一発。いた、あいつか。相当飲んでるな、ありゃ。前もなんか飲みてえ飲みてえみたいなこと言ってたな。尾行か。おっと、絡まれるな。あの服の色、まさか。うわー、近づくな。白黒コンビ名。あ、なんだこいつ、酔っ払ってんのか。猫？犬？白と黒の犬、まさか。あの女のせいだ。何その顔。
めっちゃ見られてる。もうこんなのやだ。くそ、またか。よし、尾行完了。この通りは。目黒さん、なぜここに。お前のせいだ。お前のせいで俺は仕事ができなくなっちまったんだよ。何を言ってるんですか。俺は動物園の飼育員でよ、パンダの担当なんだ。あ、やっぱりパンダなんですね。お前に恨まれて以来、パンダの野郎が怖くてよ、仕事なんか行けたもんじゃねえ。担当変えてもらってもシマウマになるし、どうなってんだよこりゃ。宿命なのです。私の予言は必ず当たりますから、致し方がありません。そうだ、お前が予言をしたらその通りになるんだ。だったら全部予言したお前が災いを呼び寄せてんじゃねえのか。まったく。それはひどい言いがかりですね。私は必ず訪れる未来を読み解いているだけです。ちょっと、なんだと。それに白と黒の災いの層はまだ消えていません。気をつけてください。うるせんだよ。お、ナイフ。いや、なんですか。災いの元気を絶ってやるんだよ。キムタク登場。おい、やめろ。え、黒い革ジャンに白い T シャツ、お前もか。あ、クソだ、お前らまとめてぶっ殺してやる。まさか黒い災いって黒白の災いって俺のことじゃないだろうな。俺のことですね、これは完全に。どうだ目黒、強いか。ごめんね天音さん、ちょっと手荒くするけど。よし、いい感じに車の上に。おお、警察、白黒ね。チキショー。あ、まさか白と黒の災いってパトカーのこと。はい、どうやらそのようですね。因果は不思議なものです。最後は自業自得とはいえ、確かに予言は当たったな。これで私の力信じていただけましたか。どうだかな。だけどまさかあなたを襲うなんて思わなかったよ。人の災いは見えても自分の災いは見えなかったってか。ええ、因果とは時に人をもてあそぶものなのですね。ま、今回のことに懲りずにまた災いが見えたら依頼お待ちしてますよ。あのこれは今回のお礼です。どうも。また機会があったらよろしくね。おお。はい、というわけで、つくもから盗聴器を手に入れるということで、つくものいるネカフェまで来たんですが、ちょっといい時間だと思うので今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回、ごきげんよう。